大連北駅は中華、人民共和国領年賞大連市甘い国にある、中国鉄路走行市の駅。大連駅から 13.1km、南関霊駅から、新洋より 2.8km の地点に位置する。2012年12月1日に、広大旅客専用線開業と同時に開業した。本港では、近接する大連地下鉄の大連北駅についても、記述する。 また、過去に同盟を名乗る貨物駅が存在することから、本港にて講述する。大連機体機は、CRH 型車両を使用した、高大旅客専用線の列車のみが発着し、既存の大連駅は高大旅客専用線の列車の一部と、新大線の列車が発着する。新大線の列車は、大連機体機構内を経由するが、2往復半を除きほとんどが、 通貨扱いとなっている。2015年には、丹大都市間鉄道も乗り入れた。同じく2015年には、大連地下鉄1号線も乗り入れ、将来は、大連地下鉄2号線も延長される。大連駅は、1930年代に建設された、後に育児の拡張、改造を経たが、旅客の需要を満たすには至っておらず。 市内中心部に位置するためもはや拡張の余地がない。広大旅客専用線の運行にあたり、専用線が付設されない大連市街地の新大線の線路容量も余裕がない。これらの理由により、市北部の南関霊地区に広大旅客専用線用の新しい鉄道駅を建設することが決定された。この駅は新大連駅。 南関嶺新駅などの複数の仮称を有していたが、2010年7月9日、駅名を大連北駅とすることが正式決定された。建設費は15億4000万元と見込まれている。大連北駅大連駅間の既存の軌道は、火客両用線から旅客専用線に改造される計画となった。大連東駅構内かつて、大連駅の北約3キロメートルの位置にある。 貨物駅が大連機体機という名称であった。新日鉄路局大連鉄道分局の管轄する一等駅である。日本統治時代の昭和4年に寄港し、大同元年に開業した。日本時代の駅名は入線駅であった。シャいコンテナ貨物の発着、シャい貨物発送前の保管を行い、危険物貨物は取り扱わない。2010年に、 旅客駅の大連北駅の開業に伴い、大連東駅へ、駅名解消した。駅舎建築面積は68,512平米で、地下プラットフォーム外、高架の待合室外の3階建て。プラットフォーム多いの面積は73,734平米。南北のコンコースは付帯設備を含め14,535平米となっている。ホーム10面。 八着線二十線。南北に駅前広場を有する。地下駅。ありがとうございます。